ハンファ Q セルズは、ドイツのタールハイムに研究開発拠点を置く太陽電池モジュールメーカーである。太陽電池セルモジュールシステムの開発、生産、販売、発電所建設及び、EPC 事業など太陽光ビジネスのすべての分野で、ソリューションを提供している。欧州、北米、日本を含めたアジア、南米。 中東諸国でビジネスを展開し、アメリカや日本といった主要都市だけではなく、トルコ、インドなどの新興市場にも積極的に展開している。前進となる旧セルズ AG は1999年にドイツに設立。2001年に太陽電池の生産を開始して、以降、単位面積あたりの発電量が多い高効率ソーラーパネルに強みを持つ。 旧セルズは急速に成長した。セルの生産量において2006年は欧州1位、2007年、2008年は世界1位を獲得している。その後、低価格を武器にした中国メーカーなどとの価格競争の激化、ドイツ政府による太陽光発電電力の買い取り価格見直しの影響を受け、2012年4月に経営破綻したが、同年。 韓国ハンファグループに買収され、ハンファーセルズとして再出発した。2015年2月、ハンファセレアーワンとの合併により、本社を韓国に移し、ハンファーセルズ費用、リミテッドとなった。同年、第2四半期には100万ドルの営業利益を記録し、黒字転換を果たす。また、2016年の太陽電池セル及びモジュールの、 生産能力が 5.7GW と公表しており、太陽電池セルの生産能力としては、世界1位であると、メディアから評価を受けている。なお、日本においては、国内太陽電池モジュールの出荷量において、海外メーカーの中で1位、業界全体では3位となり、シェアを伸ばしている。ハンファキューセルズジャパン株式会社、ありがとうございます。